トゥルシャルキンは、サルゴン2世時代のアッシリアの首都。現在のイラク北部、モースルの北1 5トルにある、ホルサバード村にあたる。トゥルシャルキンの建設は、アッシリア王サルゴン2世の存命中にのみ行われ、彼が戦死した後、アッシリアの首都は2 0トル南のニネベに移された。ボッタの発掘で発見された、ラマス像。ルーブル美術館修造。 新アッシリア時代のメソポタミア。ドゥルシャルキンはサルゴン2世によって建設された。サルゴン2世は前7 2 2年から前7 0 5年まで在位したアッシリアの王である。前7 1 3年の段階で、サルゴン2世は遠征の成功によって財政を強化しており、新たな首都とすることを意図してドゥルシャルキンの建設に取り掛かった。 他のアッシリア王たちによるン都の試みとは異なり、トゥルシャルキンは既存の都市を拡張するのではなく、全くの新都市を建設する試みであった。サルゴンが決めたトゥルシャルキンの建設位置は、カルフに極めて近く、アッシリア帝国の中心地としてふさわしい場所であった。この計画は壮大な事業であり、サルゴン2世はこの新都市の建設を 自身の最大の業績とすることを意図していた。トゥルシャルキンが建設された土地は、それまではすぐそばにあるマガヌッパ村の村民が所有していた土地であった。トゥルシャルキンに設立され発見された碑文では、サルゴン2世は、意気揚々とこの土地が最適であると認めると主張しており、マガヌッパの村民に適切な市場価格を支払って土地を取得したことを強調している。 ほぼ3平方キロメートルの計画区域を持つ、この都市はアッシリア最大の都市になる予定であり、サルゴン2世は都市の人口を維持するために必要になるであろう、膨大な農業用水を確保するため、灌漑プロジェクトを開始した。サルゴン2世はこの建設計画に深く関与しており、カルフの宮廷においてエジプトの施設を共同している際も、常にそれを監督していた。 カルフの総督に宛てた一通の書簡において、サルゴン二世は次のように書いている。カルフ総督に対する王の言葉。七百票の藁と七百束の足は、キスレブの月の初めまでにトゥルシャルキンに到着しなければ、ならない。一日でも遅れたならばその方は死ぬであろう。トゥルシャルキンの計画図は、カルフからインスピレーションを得ていたが、この二つの都市計画は同一ではなかった。 カルフはアッシュール・ナチルパル2世によって大規模な再開発が行われたが、それでもなお、いくらかは自然に成長した居住地であった。全く対照的に、ツルシャルキンにおいては、建設地周辺の景観は考慮されていない。二つの巨大な基段、要塞化された、紙壁、七つの記念碑的な門、これら都市にあるすべてのものが完全にゼロから建設されている。 これらの指紋は既存の帝国内の道路網を考慮することなく一定の間隔で置かれていた。ツルシャルキンのサルゴン二世宮殿は、それまでのアッシリア王が建てた宮殿の中で最大かつ、最も装飾豊かな宮殿であった。浮き彫りが宮殿の壁面を飾り、サルゴン二世の征服の場面、特にウラルト遠征とムサシルの略奪が詳細に描かれていた。彼は、 トゥルシャルキンを建造するために必要な木材や資材、そして職人をフェニキアから調達したことが、同時代のアッシリアの手紙に記録されている。十分な労働者を確保するため、建設従事者の負債は免除された。トゥルシャルキンの周囲は工作され、アッシリアで供給が十分ではなかった油製品の生産を増大させるために、オリーブの木が植えられた。 この都市は前7 0 6年に至る10年ほどの間に建設が進められたが、宮廷が戦った時にはまだ工事は完了していなかった。だが、サルゴン2世は前7 0 5年に戦死してしまった。後を継いだアッシリア王センナケリーブは、父のフイの死の後、ゥルシャルキンの建設計画を破棄し、首都行政府と共に 20km 南のニネベに移した。この戦死は、 サルゴン二世が過去に犯した、いくつかの悪行のために、神々が彼を罰したのだと考えられたからである。しかも、サルゴン二世の遺体を回収することができなかった。メソポタミアの神話では、戦場に倒れ埋葬されなかったものの死後の世界は、悲惨であり、永遠に、物乞いのごとく苦しむ運命にあった。父の運命に対するセンナケリブの反応は、サルゴン二世から距離を取ることであった。 ドゥルシャルキンは完成することはなく、一世紀後にアッシリアが滅亡するとともに放棄された。モースルのクルド人勢力当局者、サイード・マムジーニによると、2015年3月8日にアイスセルがドゥルシャルキンの略奪と破壊を開始したと伝えられている。同日、イラク観光候補賞が関連する調査を開始した。 ドゥルシャルキンの平面図復元されたホルサバードのサルゴン宮殿の平面図復元されたホルサバードのサルゴン宮殿の長官ズアッシリアホルサバードのレンガブルックリン美術館アーカイブドゥルシャルキンは1758.6メートル1635メートルの長方形をしており上壁内は3平方キロメートルの面積を持つ指壁の長さは アッシリアの単位で16,280であり、サルゴン2世自身が残した記録によれば、これは彼の名前のスーと対応していた。巨大な支壁には157の塔が付属し、側面を防御していた。各方向に門があり、トゥルシャルキン全体で7つあった。壁で囲われたテラスには、神殿群と王宮があり、主な神殿は、ナブー、シャマシュ、 神といった神々に捧げられていた。また、アダド、ニンガル、そしてニヌルタに捧げられた小規模な社があった。また、ジックラトと呼ばれる海岸上の塔が神殿に建設されていた。宮殿は彫刻と壁面のレリーフで装飾されており、門には最大で四十トンに達する人頭有欲を牛像、ラマスが並べられていた。少なくとも一気のラマス像が、 事故のため川で失われたと考えられている。このズルシャルキンに加えて王のための狩猟園とハッティンのすべての公式草木とあらゆる山の果樹がある庭園が備えられ、ロビン・レイン・フォックスはこの庭園には権力と征服の記録があったとした。実際にマルメロ、アーモンド、リンゴ、西洋カリンといった数千もの若い果樹の運搬に関わる記録が残されている。 サルゴンの庭園の中央の運河には列中を持つ、陥落のパビリオンが立ち、周囲の壮大な人工の丘を見上げていた。この丘は、アッシリアの王たちを驚嘆させた外国の風景、北シリアのアマヌス山脈をモデルにしており、杉と糸杉が植えられていた。彼らはこの平地の宮殿で、彼らが目にした山のレプリカを建設した。ドゥルシャルキンの基礎シリンダードゥルシャルキンの宮殿交換に、 越見する、サルゴン2世、前710年前705年。イラク、ホルサバード出土。大英博物館修造。ツルシャルキンは、石の基礎の上に建てられた、厚さ24メートルの紙壁によって区切られた大ね四角形の都市で、7つの巨大な門がある。北東部にある円球は、サルゴン2世の宮殿の痕跡である。建設当時にこの地にあった村は、 マガヌバと名付けられた。トゥルシャルキンの遺跡は、モースル駐在のフランス総領事、ポール・エミール・ボッタによって、初めて言及された。ただしボッタは、ホルサバードの遺跡は、旧約聖書にあるニネベの遺跡であると考えていた。1842年から1844年に、かけてボッタは、トゥルシャルキンの発掘を行い、発掘後半には、芸術家のジェーヌ・フランドンも加わった。 フランスの外交官、考古学者のビクトル・プレイスがこの発掘を引き継ぎ1852年から1855年にかけて調査を行った。フランス人たちがドゥル・シャルキンで発見した重要な多くの資料は次に示す二度にわたる河川でのトラブルによって失われた。1853年、プレイスは ホルサバードから30トンの彫像2機と、その他の資料を大型のボートと4つのイカダで、パリへ運ぼうとしたが、海賊の襲撃にあって2つのイカダを除いて、他のすべてが沈められた。また、1855年に、プレースとジュールオペールは残された、発掘品をドゥルシャルキン及び、同じく、フランス人が発掘を行っていたニムルドなど、その他の遺跡から運び出そうとした。 だが、200箱以上あった発掘品のほぼすべてが川底に沈んだ。残った発掘品はパリのルーブル美術館に収蔵された。1928年から1935年にかけてホルサバードの遺跡はシカゴ大学東洋研究所に所属するアメリカ人の考古学者たちによって発掘された。第一シーズンはエドワード・シエラの式で行われ、宮殿地区が 集中的に調査された。この調査で推定40トンの大きさを持つ巨大なラマス像が玉座の間の外側から3つの大きな断片に分かれた状態で見つかった。この断片は胴体部のみで約20トンの重さがあった。これらは極めて困難な準備と搬送作業を経て、シカゴの東洋研究所へ船で運ばれた。発掘の残りのシーズンは、 ゴードン・ライドとハミルトン・ダービーによって指揮された。この時の調査では、シモンの一つが調査され、宮殿での調査も継続されるとともに、宮殿の神殿複合体が広範囲に発掘された。ドゥルシャルキンは特定の時代のみ使用された遺跡であり、サルゴン2世の死後に秩序を持って退去が行われたため、個人に関する遺物はほとんど発見されなかった。しかし、 ホルサバード遺跡における重要な発掘成果によって、アッシリア美術と建築に光が当てられた。ホルサバード湿度の設計文字国文は、アッシリア語の解読初期において重要な役割を果たした。1957年には、イラク考古局から派遣された考古学者たちが、フワドサファーの式でドゥルシャルキンを発掘し、シビッィの神殿を発見している。ありがとうございます。